が来てくれた。ちょっと待って、これ何ですか。私自他ともに認めるガジェット好きなんですけれども、またロボット来ました。これは何でしょう、アメくん。じゃーん、すごい、箱も可愛い。アメくんがいて見えないんですけど、箱も可愛い。今回のポイントはアメくんの尻尾ではなくてですね、こちら、これですね、このスピーカーが入ってるんですよ。でかつ小さくここにですね、しっかりアレクサと書いてるんですね。私アレクサユーザーなので楽しみです。アメくん、アメくんすごい登ってくるんですよ、アメくん。あ、きなこちゃんも来ました。きーちゃん、この子気にならないの？ようやく帰ってくれた。はい、異常なしです。はい、ありがとう。またなんか買ったのって顔してるね。どう？じゃーん、こんな感じです。今ですね、部屋のマップをロボットが作成中です。あ、雨邪魔しないで、邪魔しないで。すごい、結構丁寧に動いて作っていってますね。でもルーナちゃんには一切近づけない。ルーナちゃんには近づけなかった。アメくんが近づいて、アメくん邪魔しないで。何がどこにあるかを地図を作って、理解する設定をしているところです。邪魔しないで、ケイちゃん、アメおいで、アメおいで。あー、違いね。きな、かん、かん、きな、はい、きな、こかん。はい、ありがとう、こっち来てくれ。そっとしといてあげて、きなこ、こっちおいでね、そっとしとこ、今お仕事してるから。すごい、自分で戻った。うん、アメくん、この子の方が怖くないね。ケイちゃんも平気だったね。はい、無事にマッピングが終わったみたいですね。顔の色も変えられるんですよ。こういうふうにいろんな色に変えれるみたいで、明るさもね、こう変えれるのかな。音がすごくいいスピーカーが入ってるので、その音をですね、確認したいなと思います。アレクサつなげてるので、ちょっとわかりません。アレクサがごめんなさい、つなげてるので、そちらで、Amazon Music を流すこともできますし、 Bluetooth スピーカー代わりとして iPhone とかでつなげて、それで音楽を流すこともできるみたいです。じゃあ行きましょう。結構いい音ですね。動画だと分かんないかもしれないんですけど、めっちゃ音いいです。その辺の Bluetooth スピーカーより全然いいと思いますね。これ結構良かったかな。
ますかね。こういう感じでスマホのアプリで操作することができます。コラジコみたいに操作することもできますね。あの録画も写真も撮れるみたいですね。でも音がとにかく良かったな。ちょっとキーちゃんのそばに行ってみましょうか。すごいね。そんな近づいて大丈夫？こうアレクサちゃんなので、アレクサ、アレクサは犬好き？はい、大好きです。犬をテーマにした診断ゲームもあります。私って犬に例えると何犬と聞いてみてください。アレクサ、私って犬に例えると何犬？音がめっちゃいい。私って犬に例えると診断へようこそ。次の質問にはいかいいえで答えてください。あなたを犬に例えると柴犬です。キーちゃんあまり怖がらない。